よ、すごい。
ただいたんですけども、あの塩田さんがもう忘れたからやりたくない、あの今回は CD になりました。はい、じゃあ秋山アレンド歌います。なんでしょう、あの大石高川よっていうのもね載ってますけど、そちらはなんかあの開校20周年の記念で足立先生が作曲された。大石高川は足立先生、大石高川は足立先生が作曲された。ちょっと難しいよね。はい、ということで、はい、まああのね、今日は大石高川はちょっとあのカラオケに行ってからみんなで歌おうと思います。アカペラでやりたいと思います。よろしくお願いします。マフィじゃあ、イカの方もね、だいぶもう進まれましたので、飲み物の方はね、もう多分ここにあるものだけで終わりで、あとは大詰めお願いしたいと思いますが、今日は今回も大活躍していただきました、いろいろ準備、写真を撮りに行って、スライドショーを作ってくれたりしてくれました、浅田君の方から大詰めいただきたいと思いますので、お願いします。あちゃそろそろ時間も押してますんで、締めさせたいと思います。今回ですね、結構人数が少なくて、ちょっと残念だった ところもあります。どうしても連絡がつかない。6人1組、3人しか来てなくて、ほとんど2組と3組の人たちなんですけど、1組の感じにして申し訳ないんですが、今後ですね、ちょっと連絡を住所変わった方とか、手紙が届かなかったり、してしまったりしまして、その辺を全部実は、皆川君がですね、お手紙作ったり、郵送したりとかですね、やってくれました。他の患者集まってはいるんですけど、何をやってるってわけじゃなくて、ただ集まっているってだけだったんですけど、実際やってくれたのは皆川君ですので、彼にはちょっと拍手の、感謝の拍手をお願いします。ありがとうございます。何回あとできるか分かりませんが、また次回ですね、もうちょっと気軽な感じでやりたいとは思います。やっと初めてバンドができたので、次回ちょっともうちょっと発展させたいと思ってはおります。今日皆さん忙しい中、お仕事はあった中もですね、来ていただいてありがとうございました。じゃあ1本締めで締めたいと思います。皆さんちょっとご起立できる方お願いできますか。はい、3本じゃあ3本やりたいという方がいらっしゃるので、じゃあ3本でチャレンジしていきますよ。はい、1本いいですか。あ、すいません、先生が1本で言うので、じゃあ2次会ね。じゃあ1本、先生が3本と言う、じゃあ3本でいきますよ。はい、せーの、皆さんどうもありがとうございました。この後ね、8時半から2次会の会場は、京葉道路沿い、丸井の向かいにあるカラオケ館、そちらの方で場所を取ってあります。見ながらで予約してありますので、ぜひね、こちらの方にもご参加ください。一応パーティールーム取ってありますので、